大企業でスペインを呼びフランスで自動車や航空エンジンの設計と生産を手掛け関連して兵器も開発した。現在はフランスのサフラングループの参加に入っている。イスパのイザとはスペインとスイスのという意味で創設時の経営者がスペイン人、チーフエンジニアがスイス人であったことからの命名である。なお、スペイン語及びフランス語では 後藤の H を発音しないため、イスパノは日本語で、イスパノと発音、表記されるのが、原音に忠実であるが、英語での発音に基づいて、ヒスパノと発音、表記されている例も多い。1898年に、スペイン軍の砲兵指揮官であった、エミリオ・デラクアドラは、バルセロナで、電気自動車会社の、ラクアドラを設立した。デラクアドラは、パリの街で、 スイスの技術者マルクビルキヒトと出会い、彼の才能を買って雇用した。1902年に、会社のオーナーは、ホセマリア・フェルナンデス・カストロに代わり、社名も、スペイン・スイス自動車工場を意味する、ファブリカ・イスパの、スイザ・デ・オートモービルとなったが、翌年に倒産した。1904年、再び、カストロの下で、ライ・スパの、スイザ・ファブリカ・デ・オートモービルが再建され、 翌年に4台のエンジンが販売された。再建した会社は、乗用車、トラックを大量生産し、この他に職人による手作業で、レーシングカーや高級車を少数製造した。カストロは高級車の市場はスペインよりも、フランスの方が非常に大きいことを確認し、第一次世界大戦前の1911年には、フランスに、 現地法人として、イスパのフランスを設立、パリ郊外のルバロワペレに工場を建設した。1914年には、ボアイコールコロンブエより大きな工場を建設して移転し、イスパのスイザーの名で販売を始めた。イスパのスイザーは高級車ブランドとして大きな成功を収めたほか、第一次世界大戦により航空機の需要が、 激増したため、航空エンジンの製造会社としても成功した。イスパの水座では、チーフエンジニアのビールキヒトに加えて、同じく、スイス人の航空エンジニア、ルイ・マシュジェを迎え入れ、従来は、鋼鉄の削り出しで、ブロックごとに製造した部品をボルト止めすることで、組み立てられていた航空エンジンを、 収蔵したアルミニウムで一体成形したものに、スチールプレスで製造した部品を組み合わせることで、大幅に軽量化することに成功し、構造が単純で軽量、かつ耐久性の高いものを生産することが可能になった。これにより、イスパの水座車は一躍航空用エンジンの採用手に、上ることになる。航空用エンジンの開発で培われた技術は、 エンジンをはじめとした自動車部品にも応用され、イスパの水座の所得した特許は、ロールスロイスをはじめとして、欧米各国の自動車、航空機関連会社に採用され、莫大な利益をもたらすことになった。1930年代には、スイスのエリコン車と互いの特許を交換する形で、航空機関法の技術を入手し、自社のエンジンと組み合わせた、モーターカノンを発明。 このために開発したものを発展させたイスパノスイザ HS404 機関砲はフランスの他アメリカやイギリスでも生産され世界各国で用いられる国際的ベストセラーとなった。以後、イスパノスイザは主にスペインでトラックなどの実用自動車をフランスで高級車と航空用エンジンそして航空機関砲を製造し いずれも欧州の業界で最大手の位置に立っていた。第二に共和制を経て、スペイン内戦後は、スペインの代表的な自動車メーカーとなる。第二次世界大戦に際し、スペインは直接の戦果を受けなかったため、会社自体は大きな損害を受けなかったが、開戦前に、フランスが工業の再編と国有化の推進を図ったため、1937年には、 フランスの工場を半ば強制的に買収されてしまい、イスパのフランスは、ラシシアテッド、エクスプロイテーションデスマテリルズと解明された。さらにその後のドイツによる占領で、事業展開に大きな影響を受けることになった。スペイン自体は、ドイツの友好国ながら、消極的中立の立場を取って、数軸国には参加しなかったため、 連合国の侵攻や進駐を受けることはなかったが、中立国として、戦時景気の恩恵に預かることもなく、ドイツの友好国であったことの責任を問われて、戦後しばらく国連には加盟できず、ファシズム国家として、国際貿易の制限を課せられたため、スペインの経済、特に工業は大きく衰退した。これは、イスパの水座の経営に、深刻な影響を与えた上、 戦後は戦災による欧州地域全体の景気の落ち込みによって高級車の市場が冷え込み、戦時大量生産されたアメリカ製のトラックが格安で放出されたため自動車製造会社としての市場を失うことになった。自動車事業は継続の危機に陥り、バルセロナの工場は第二次世界大戦後の1946年まで創業されたものの同年に 自動車事業はエナサ社に売却された。航空用エンジンの製造会社としても戦後のジェット化の流れに取り残され、航空用エンジンの代表的メーカーの地位から転落した。1940年代後半から1950年代にかけ事実上の接種から復活したフランスの工場を中心に航空業界への再参入が図られ、その後も 航空エンジンと機関砲を中心に創業を続けたが、航空事業部が1968年にフランスのスネクマによって買収されて、イスパノ水座の社名は消滅し、以後はスネクマの一部として現在に至る。なお、スペインには、たたイスパノという自動車車体製造会社が存在するが、 これは、イタリア資本で創業された自動車メーカーが1980年代に、イスパノカロセイラールという社名になり、2005年に、インドのタタモーターズによって子会社化されたもので、イスパノの名ももともとの、スペインのという意味で共通しているだけで、会社の歴史や資本関係に関連はない。ありがとうございます。